タリク・エル・ユヌ氏は、ノルウェーのサッカー選手。ノルウェー代表。湘南ベルマーレ所属。ポジションは FW、または MF。日本での登録名はタリク。モロッコのアルホセイマの生まれで12歳の時に、ノルウェーに移住した。2連ででサッカーを始め、トロスビク・イフに移籍し、ユース時代を過ごした。その後、フレドリクスタイフ系で、トップチームに昇格すると、ここ年で、 最高の才能を持つ選手だとみなされ、ノルウェー最優秀若手選手賞を2006年と2007年に連続受賞した。2008年夏の移籍市場では、プレミアリーグの様々なクラブから声がかかった。そしてクラブは7月8日に、フランスのルーマン FC と400万ユーロで移籍に合意したものの、彼はルーマンに興味がなかった。その後22日に350万ユーロで SC。 ヘイレン・フェーンと契約、翌月から同クラブに加入した。FC、フォレンダム戦で初出場、UEFA カップのビトーリア FC 戦では試合を振り出しに戻す得点をし、他方でリーグでも NEC 内目編から得点を奪うなどの活躍をした。2010年2月19日には、リーールストローム SK がシーズン末までの契約でヘイレン・フェーンから彼を レンタル移籍させた。その後2011年1月7日には、フルスのフレドリクスタに復帰。2012年8月9日には2015シーズン末までの契約で、ローゼンボリビー系に移籍彼とミケルディスケルドの移籍は UEFA ヨーロッパリーグ予選のセルベット FC 戦のハーフタイムに発表された。2013年6月18日には、 彼の TSG1899 ホフフェンハイムへの移籍及び彼の後継として FK ハウゲスンからアレクサンダー・セダールンドの獲得を発表6月22日のストレームスゴトセトイーフセンをもって同クラブを退団した2016年8月25日にはオリンピアコス FC に移籍2シーズンの契約とされており移籍金は明らかになっていない 2017年8月31日、カラバフ FK に、レンタル移籍した。2018年1月30日、アイク、ソルナに移籍した。2020年1月9日、湘南ベルマーレに移籍が発表された。背番号は11で、2月16日の YBC、ルバンカップグループステージ第一節、湘南ベルマーレ対大分トリニータで、日本初出場した。 7月26日の J1 第7節、川崎フロンターレ対湘南ベルマーレにて、来日初得点を決めた。2008年5月28日のウルグアイ、代表戦で代表初出場、ピッチに立ってからわずか4分で得点を決め、代表初出場からの最短ゴール記録の一つとなっている。2012年1月15日のキングスカップ2012、 デンマーク代表戦で2得点目。この試合は彼にとって5試合目の出場であった。2013年1月に行われた、南アフリカ共和国代表、ザンビア代表との親善試合では、キャプテンマークを巻き、南アフリカ共和国代表戦では、得点を決めて1から0の勝利を手にした。いとこのモハメド・エルユヌシもノルウェー代表のサッカー選手である。代表での得点一覧。 ありがとうございます。